はい、おはよう。くるちゃん。ポンちゃん泣いた今。はい、ポンちゃん。父ちゃんおいで、外で遊ぼう。
やっと前の慣れ方に戻ってきた。クロケンパパを許すのに時間かかるね君。そしてですね、もうすぐ引っ越しになっちゃうんですよ、うち。ごめんなさいね。最後の最後にまた、ちょっと傷ついちゃうかもしれないけど、まずは甘やかすからね。あら？ちょっとずつちょっとずつ逃げるんですけど。あずちゃん、あずちゃん、あずちゃん、あれ、あれれれれれ、あずちゃん。いい香りに出てきた。あ、今度はこっちでも。外ではなぜさせてくれないんですか。あなた。香り。あれ。いいよ。じゃあ慣れてるジャン君にするよ。いい子だね、カオリンさん。カオリンの特徴の最も特徴的なのがこの尻尾ですね。全体の毛並みよりもちょっとこうふわふわな感じで、少しだけ先が鍵になってますね。そしてこの尻尾は、こちら側にも曲がるし、ちょっと気持ちが悪いのね。はい、こっちにも曲がるんですよ。あ、ごめんね。うん。で、かんちゃん、ヘピヨ、ヘクちゃん、ご飯だよ。ご飯だよ、ご飯だよ。はい、ご飯だよ、ご飯、かんちゃん。はい。
子になってきたね。めっちゃいい子やん。はい、あずちゃんもいい子よ。ちょっと待ってね、あずちゃんもね。よいしょ。あずちゃん、いい子ね。もうここで触らなくても全然 OK ですね。はい、あずちゃん。ご飯待ってるときにうるさくなくなってきたね。あ、来たね。これちょっとどかす？気持ちよかったのかな、冷たくて。うん、かもしれないね。じゃあこういうとこね。